レベル上げってやっぱり楽しいな。数値が上がると努力が報われた気がしてやる気が出るよね。現実でもステータスが見えたらもっとやる気が出るのにな。できるよ。できるの？もしもステータスが見えてしまう世界だったら、僕の宇宙船から持ってきたこのステータスレンズで人の能力が数値として見えるようになるのさ。またすごいもの。それペケペケ製の重要アイテムじゃないの？え、おもちゃ屋さんで売ってるよ。おもちゃなの？それじゃあ早速。ああ、本当にステータスが見える。僕は力、賢さ、体力、素早さ、運、ちょっと力が低いかな。あともっと運動して体力つけないと。ペケツは？僕はどのステータスも最高レベルなはずさ。ふむふむ、ペケツは運や素早さは僕より高いね。って賢さ 1？ おバカだと思ってたけど、これはなんだこれ、失礼すぎだよ。このスーパー賢い僕が賢さ1なわけないのに。壊れてるのかな。おバカな自覚ないのか。運動や勉強でレベルが上がる。力を上げるために運動しようと。あ、レベルが上がったぞ。力と体力が増えてる。やった。だったら勉強をやったら、やっぱり賢さが増えてる。運動も宿題もめんどくさかったけど、これなら楽しくできるぞ。なんかルイは頑張ってるけど、僕はそんなことしなくてももともと完璧だからね。僕もレベルが上がったぞ。なんか音楽がまがまがしかったけど、めちゃめちゃ残念な方向にレベルアップしてる。いろんなことがバレる。人のステータスを見るのって楽しいかも。ルイ、悪趣味だな。だってしょうがないでしょ、見えちゃうんだし。それに他の人のステータスが見えると自分と比べて頑張ろうとも思えるし。あの人はすごいお金持ちそう。身なり良さそうだし裕福そう。ってゴールドマイナス1000万、借金まみれじゃん。見え張ってるのかな。じゃああの人はすごいかっこいいけど。確かにすごい。力も強くて頭もいい。あ、でも装備品にカツラって書いてある。あ、カツラなんだ。なんかいろんな秘密がバレちゃうって怖いね。状態異常もバレる。なんか変なマークついてる人がいるけど。状態異常のマークかな。あれは毒状態だから病気なのかな。すごく元気そうに見えるのに。安静にして早く良くなりますように。じゃああのマークは。あれは未了状態かな。だから多分隣にいる女の人を好きだってことだね。でも隣の女の人には同じマークついてないよ。片思いなのかな。ねえねえ、僕にもなんかマークついてるんだけどさ、これって何かな。キラキラしてるし、やっぱり高貴な僕にしかつかない特別なマークなのかな。混乱のマーク。ペケツ、常に混乱状態なのか。ステータスで人を評価するようになる。ランニング行ってきます。またランニング行くの。ルイ、ステータスが見えるようになってから運動と勉強ばっかりじゃん。たまには遊ぼうよ。僕は自分を高めるのに忙しいからね。ペケツみたいにダメダメなステータスになりたくないもん。ゴーン。よう、そこの金髪のアンちゃん。うわ、見るからに悪そうな人だ。しかも力のステータスがすごい。ちょっとお金貸してくれない？ちょっとだけだからさ。そのお金絶対返ってこなさそう。こんなやつが威張ってるなんて許せない。えい、バカか。お前なんかが俺にかなうわけないだろ。敵が違うんだよ、敵が。くそー、やっぱりステータスが全てなのか。待て、ステータスだけが全てではない。なんだお前、俺に歯向かおうっていうのか。ペケツ、ダメだ。こいつステータスがすごい高い。力のステータスが1万を超えてるよ。かなりこない。1万？何の話をしてんだ。このおもちゃで力が見えんのか。どれ。とんだゴミくずじゃねえか。力が100しかねえ。それでよく1万の俺に立ち向かえるな。力だけが全てじゃない。僕はペケペケ星のファーストチルドレン。僕の大事なものをお前は傷つけた。宇宙船よりいい装備召喚。うわー、宇宙船ペケスカリバー。そんな力100億だと。覚悟。敵が逃げてった。ペケツすごいよ。そんな剣使えるなんて知らなかった。ありが。上、剣が重くて動けないよ。ええー。ルイ、これちょっとどかして。
見えてる数字だけが全てじゃないんだな。チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわけないよね。ちゃんとお願いしようよ。お願い。